ガールズサマーキャンプ2010は世界の舞台で活躍する女子自転車競技選手の育成と発掘を目的とした一大プロジェクトです。自転車競技という垣根を飛び越えて、さまざまなジャンルのアスリートがこのキャンプに参加しているんですよ。また13歳の中学生から30代の選手まで夢へ向かって一緒に汗を流しています。自転車に夢をかける女性アスリートを2回にわたって紹介していますが、今回は後半です。お父様が競輪の五冠新一選手という競輪選手の DNA を持つ五冠ゆりや選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんでこれに参加しようと以前に動画でなんですけど、ガールズ競輪を見て、石井ひろ子さんの、なんていうの、追い抜き、を見てかっこいいなって感動して、それで女子でもできるんだと思って、なんか憧れてやりたいなって思うようになりました。じゃあこれをやりたいっていうのを、まず誰に言ったんですか？お母さんで。お母さんに言った。はい、それでお母さんがなんかいろいろ調べてくれて、で今回初めこれ知らなくて、キャンプがあるの。それでお母さんが見つけてくれて、でやりたいなら行ってくればみたいな感じで、はい。じゃあお父さんにはなんて、なんかやっぱなかなか言いにくいところが言いにくいっていうか、逆に嫌なのかなって思って、初めは言い出せなくて、はい。でお父さんからはなんて、初めは怪我するからやめろって言われたんですけど、でも多分いろいろあると思うけど、自分がやりたいなら頑張れって言ってくれます。このキャンプ、来てみてどうですか？で乗ったことなくてもものすごく速い子がいるので、すごいです。みんな今日で合宿5日目ですけど、はい、ぶっちゃけ楽しいですか、辛いですか？やっぱ練習中は辛いですけど、やっぱ達成感があるのですごく楽しいです。なんか相談はしました、今回の合宿で。なんか初め手足がしびれる感じだったので、どうしたらいいか分かんなかったんですけど、そしたらなんかちゃんと下半身でちゃんと踏めみたいな感じでアドバイスをこの合宿でお父さんの大変さが分かったりとかは？全然上のことをやって出ると思うので大変だろうなって思います。ちょっと変わりました、お父さんの見方。お父さん、お家ではどんなお父さんなんですか？3姉妹なので。女の子ばっかりで5人家族ですので。ゆりちゃん何番目？1番目です。最近やっぱ一番下の妹も、今まではすごく懐いてたんですけど、最近ちょっと反抗期っぽくなってきちゃって、パパかわしい、それでちょっと一人で違う部屋に行ったりとか。好きな競輪選手はズバリ、ズバリカメラを見て、伏見さんです。あれ、五冠新一さんではなく伏見さんです。伏見俊明さん、はい。最後に、はい、では今後の意気込みをお願いします。父に負けないように頑張ります。他のスポーツのトップアスリートで自転車にも挑戦している戸田美代子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。戸田さんは何のスポーツをされてたんですか？はい、私は自転車始める前はバドミントンやってました。バドミントン、はい。ちょっとここでスマッシュやってもらっていいですか？エアで。スマッシュですか？はい、はい、ちょっとお願いします。本当ですか？はい、本当に本当に。思いっきりカメラに向かって、あーいい動きです。 ありがとうございます。いい感じでした。あ、なんで大丈夫ですか？大丈夫です。どれぐらいからされてたんですか？3歳ぐらいから親の影響で自転車、バドミントンを始めました。お父様お母様がバドミントン？お父さんが自転車の選手でした。で、お母さんがバドミントンの選手で、はい。で、お母さんのこう先生に指導をしてもらってきて、で高校辞めて、卒業して実業団にも入れてもらって、で引退して帰ってきた時に
お父さんの友達の競輪選手から始まる、はい、ガールズ競輪始まるからちょっとチャレンジしてみたなって言ってもらって自転車の世界にちょっと入ってきました。初めて乗った時どうでした？初めて乗った時はもう普通の自転車とはチェーンあのペダルの感覚がもう違うし、姿勢が頭がこう地面に近くて怖くて、お尻も痛いですし足も離れないし、はい、もう足離れなくて何回も転んでどんくさいのって言われてやってきました。それやめたいっていうのは、まあ、なかったですね。一回全然練習してない状況で、あのタイムトライアルの大会みたいなの出してもらったんですけど、それあんまりにもひどくてちょっとこのままじゃいけと思って火がつきました。じゃあもともとこう戦う心はあるんですね。バトルも負けず嫌いが服着とるって言われてました。来てよかった。よかったです、はい、どんな環境で練習してるのとか、うん、情報とかも交換し合ったりして、結構同じ境遇でやってる先輩とかもいらっしゃるみたいで、そういうのを聞いて励みにもなるし、ライバルっていうかいいこう競争相手っていうかなるかなって思ってます。どんな選手になっていきたいですか？皆さんにこういつでもなんていうんですか、応援していただけるような選手になりたいっていうのはもちろんあるんですけれども、もう本当に私もまだレースのこととか分かんないんですけど、先行屋で引っ張っていってそのまままくられずにゴールするっていうのはすごい本当に力がないとできないことだと思うので、そういうレースができれば、まあ、本当にかっこいいなって思うのは思います。女の子でそれやってくれたらかっこいいですね、本当に、はあ、はあ、頑張りますので応援よろしくお願いします。頑張ります。石井ひろこさんはガールズ競輪でも大活躍の選手です。こんにちは、はい、よろしくお願いします。どうですかこのサマーキャンプの雰囲気っていうのは？そうですね、女の子いっぱいいるのでめっちゃ楽しいです。楽しいですか、はい、こうなんですか、こういろんな種目の人たちが来てるじゃないですか、はい、ちょっと違います、ね、そうですね、やっぱ自転車だけをやっている人たちよりもまた体力がすごくてもう負けてます、はい、ガールズサマーキャンプの中でも石井ひろこ選手はもうトップレベル注目されてると思いますけど、はい、やっぱり見本になれるような選手になりたくて、頑張ってます。頑張ってます、はい。ちょっとこのパンツちょっと上げてもらってすごいですよね、この色の違い。練習の賜物って練習の賜物ですよね。すごいですね、はい。日々練習されてるっていうのが伝わってきますけど、はい、キャッチフレーズがあるってちょっと聞いたんですけど、はい、ファンの方から、はい、毛を描くの小悪魔と呼ばれてて、それがちょっと知られてきてる感じです。毛を描くの小悪魔、はい、なんで小悪魔なんですか？分かんないですね、見た目ですかね。そのキャッチフレーズはどうですか、石井選手ご自身は？嬉しいです。嬉しい、気に入って、はい、気に入ってます。じゃあ、毛を描くの小悪魔って言われたらどんな感じなんですか？もうやる気がはいみたいな。ただ一番、はい、一番石井ひろこスマイル、いや無理ですそういうの。やったんですか？汗がちょっとキラースマイルやってます。小悪魔スマイルちょっとお願いします。いきますよ。3、2、1、9。かわいい。かわいいです。そのチャーミングな石井ひろこスマイルでですね、はい、これギャンブーサイトというサイトなんですけど、はい、のご覧の皆様にですねメッセージをお願いしていいですか？はい、そうですね。こんにちは、石井ひろこです。これからも全日本クラスで優勝できるように頑張りますので応援してください。よろしくお願いします。最後にひろこスマイルで。